上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらびっくりドンキーさんのチーズバーグディッシュプラスお肉はセットを食べるのどんなドンキー満喫セットでの期間限定でやってるみたいなのでそれを注文してみました。ですがこれ期間限定と言いますが商品自体はレギュラー商品なのでレギュラーで食べまあちょっとお値段も張るかもしれないけど食べられるこちらつぶつぶいちごミルクをドリンクは注文いたしました。まあちょっと待ってる間に混ぜてしまったのですがこれも美味しそうですね。食後に飲もうと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。では早速チーズバーごと入れるのがちょっと健康の音も気になりますね。まずはお野菜からいただきます。これもう野菜から美味しいよ。本当に満喫できるセットだわこれ。結構量もありますからね。ドライフかと思ってた。断面はこんな感じになります。香ばしい香り美味しそうです。ではいただきます。さすが人気ナンバーワン。ハンバーグがジューシーだしチーズも濃厚。これはすごいな。このチーズもっといっぱい食べたい。サラダもシャキシャキで味噌汁も味噌の風味が効いていて美味しかったのですが、やっぱりなんといってもチーズバーグでしたね。ですね。お店の名前なんてあるだけあってハンバーグレストランというだけあって本当に美味しかったです。だって普通の市販のハンバーグだってちょっと大きめで分厚いんですけどこれは薄いのでちょっともったいないかなと思ったら全然そんなことなくてむしろ薄いんですけどちゃんと旨味が口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。チーズもよくあるとろっとしているのではなくしすぎておらずむしろ程よい感じで固形感が残っていてそれがまたお肉と口の中で噛んでいくと混ざっていって美味しかったですね。と専門店は本当にすごいと思いました。というわけでこちらのチーズバーグこちらの店主とさせていただきます。もう本当に文句ないです。このチーズもっといろんなものに食べたいの。でもまだ終わらないんですよね。これが実はまだ続きがあります。食後のいちごソフトとろめりソフトが来ました。いちごの赤赤の最後はいいですね。美味しそうですね。それでは意味がない。それでは、ではいただきます。最後のストロベリーまで本当に美味しいですね。ソフトクリーム濃厚だし、あれソフトクリームだけじゃないんだ。食感も変化する。いちごはさっぱり甘酸っぱいというだけではなくて中にゼリーか何かと白玉まで入っていて食感も楽しむことができました。いちごのソースもしっかり効いていましたしソフトクリームのうまく絡んでとっても美味しかったです。最後まで楽しませてくれましたね。というわけでこちらの点数、こちらはこちらの点数させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。